ここが土の大陸。他の大陸同様、多くの人々が暮らしていたと聞くが。見る影もないってこのことやね。港も荒れ果ててるな。土の大精霊ノームが弱っているせいだ。土の村ギットへ急ごう。早くノームを探さないと。ここがギット。すっかり廃村ですわね。この様子だと残っている人は期待できないだろうな。一体どうしてこんなことに。土の巫女が選ばれなかったからという話は伝え聞いていますわ。なんかここ嫌な感じやわ。幽霊でも出そうな雰囲気やね。人はいなくてもノームはいるかもしれない。諦めずに探してみよう。誰かいるな。生存者か。幽霊じゃあらへんよね。ワッツ、はあ、びっくりしたな。行商人か、それともお宝目当ての盗っ人か。いやいや、よく見たら巫女の意向だべ。どうして滅んだギットに来てんだ。僕たち土の大精霊ノームに会いに来たんだ。ほうほう、ノーム様に。何やら事情がありそうだべ。おっと、自己紹介がまだだっけ。オラの名前はワッツ、はぐれ者のガイア族だべ。はぐれ者。ギットに他の村人はいらっしゃらないのですか。そうだ、ライザネーは死んでないって。オーリンが。ライザネーはギットにいますか。そんなら東の高台に行ってみるといいべ。ノームを探すついでだ。高台へ行ってみよう。ライザネー、石になってる。ライザネー、なんでこんなことに。これのどこが無事なんだよ。僕、魂の守り人になったんだよ。ヒナも火の巫女に選ばれて、みんなと旅をして、いろいろあったけど、ライザネーの言葉を支えにここまで来たのに、どうしてライザネーが。土は腐り、命あるものは石となる。それがギットに起きた災いだべ。4年前、土の巫女に選ばれたライザは、森人が迎えに来る前に村から逃げ出そうとしたそうだ。逃げ出そうとした。ああ、旦那のオーリンと2人で。そのせいで村人の多くはゴーレムになり、ライザは石になり。嘘だ、ライザネーが逃げるなんて。だってライザネーは魂の守り人だったんだ。誰よりも巫女のお役目を分かっている。お役目だったりしきたりだったり、この世界には守らなければならないことが多いべ。ガイア族も古いしきたりを大事にする一族だべさ。逆に言えば前例がないものを避けたがるもんだ。だからよその村から来たライザとオーリンの仲をなかなか認められない時期があった。ライザね。あの時もオーリンは村を出ようとしたべ。でもライザがそれを止めたらしい。オーリンは村の祭りで使う土器を作る職人だった。ライザは祭りが好きだから、
それを捨てないで欲しかった。そういえばフェアリーを呼ぶティアナのお祭りもライザ姉は誰より楽しんでたな。だから二人はライザが村に認められるようにいろいろと頑張ったみたいだべ。ライザはギットの誰よりも土に詳しくなった。一目置かれる存在になって二人の結婚が認められた。そしてライザ姉が土の巫女に選ばれた。そうだべ。ギットに暮らす誰よりも土を愛してくれたんだ。巫女に選ばれたライザを皆も誇らしく思ったべ。結局二人は村よりお互いを選んだってことだ。それまでの努力を投げ出すなんてよっぽどのことだべさ。オーリンとライザ姉にそんなことが。わざわざノーム様に会いにギッドに来たってことはおめえらにも大事な事情があるんだろう。この村に戻ってしばらく経つけどノーム様は見てないべ。ここにいないならガムランダ鉱山にいるかもしれねえだ。ガムランダ鉱山？ギットから砂漠を北西に行ったところにある鉱山だべ。あそこは魔物が出るようになってオラも長らく行ってね。オラは自警団見習いを3日で逃げ出すくらい戦いが苦手だべ。手伝えねえ代わりにこいつを譲ってやろう。精霊機ノームスコップだ。人がいなくなったギットに唯一残されていたものだべ。こいつがノーム様とおめえらの縁をつないでくれるといいな。ありがとうございます。必ずノームを見つけてみせます。ノーム様が見つかればひょっとしたらライザも戻るかもしれねえからな。ここが4年前から使われてへん鉱山？なんかもっと何十年も経ってるみたいやな。土の加護が失われるのと同時に大地の生命力もまた枯れてしまったのでしょう。大絶壁にまで影響があるのもわかるな。ギッドで作られる工芸品はどれも見事だった。閉山する前は鉱石も多く取れる美しい場所だったのだろう。それほんまなら見てみたかったな。ん？ノームスコップに反応したみたいですね。敵意らしきものは感じられないな。このゴーレムの力を借りて進めないだろうか。やってみる価値はありそうですわ。さてやれそうなことは一通りやってみたが、この中に入れたりするんかいな。そういうわけじゃなさそうだ。でしょうか。うん、なんとか。土の精霊、塔の中へ消えていったな。元はガイア族が土の精霊のために作った塔なんやろうし、やっぱし奥には何かがあるんかいな。そうだね。この階にも同じような仕掛けがあるかもしれない。周りを調べてみよう。この下に行けそうだ。よし、行ってみよう。何かがいそうだ。ノームではなさそうだが。威圧的な気配ですね。ここまで来たら怖いもんなしや。かかってこい。来るぞ。餌でも見るような目つき。ただのモグラじゃなさそうだ。
みんな気をつけて。あの大穴は新しい鉱脈だろうか。大地の力はまだ完全には失われていないようだぞ。だとするとノームはまだいるかもしれない。この辺りをよく探してみよう。カカカカ、ここじゃよ。ふい、ジュエルイーターをとっちめてくれて助かったわい。ノーム様。うやうや、巫女と森人ではないか。どうしてこんなところにおるのじゃ。ノームを探しとったんや。あんな魔物が出るとこにおるなんて堪忍してほしいわ。逆じゃ逆じゃ、わしの住処にあの魔物が来たんじゃ。その上パックリ食べられ危ないとこじゃったわい。え、あいつのお腹の中にいたんですか。倒しておいてよかったな。そうじゃそうじゃ、ジュエルイーターが倒されたおかげで奴が蓄えていたマナがちーっと解放されてな。それをもらったことでわしもちょっと元気になったぞ。やっはっはっは。しかしいつまた別の魔物に襲われるかもわからん。ちっと外に出ようかね。あ、おめえら、ノーム様と会えたか。よかったな。おお、まだこの辺りをうろつくギッドの者がおったか。災いに飲まれた地に長居するとは、豪胆なやつめ。ですが、こうしてノーム様がお姿を見せたことですし、きっとギッドも。残念じゃがのう。わしの力も万全ではないのじゃ。ノーム、
僕たちはデッディの大絶壁に土の力を取り戻したくて来たんです。大絶壁を登りたいのにジャックマメが大きくならないんです。一刻も早くイルージャ島へ行かなくちゃいけないのに。なるほど、だからギッドまで来たのだな。そういうことならわしも気合を入れるとするかの。土の精霊たちよ、目を覚ますのじゃ。マナの担い手たる巫女がお前たちを必要としておるぞ。なんか土が温かい。さて、これで豆の木も育つはずじゃ。今の力でギッドの災いは退けられないのでしょうか。土の巫女が捧げられない以上、それは難しい話じゃな。土は腐り、命あるものは石となる。災いで石になったものはもう戻らん。そんな、じゃあライザネーは滅んだ地より、まだ人々の生きる地を見据えることじゃ。お主らは急ぎの旅であるはずだろう。デッディの大絶壁へ向かうがよいぞ。その先にお主らの目指すものもあるだろう。後ろ髪を引かれる思いですわね。オラだって別に希望を捨ててるわけじゃねえだ。月の巫女の復活の話はオラだって知ってるもんな。エテラナの話がここまで。いろんな行商人から聞かされたべ。16年ぶりに月の巫女が選ばれたことは皆の希望になってるだ。希望さえ捨てなければいつか奇跡が起きてライザも石から戻るかもしれねえからな。ライザ姉のことよろしくお願いします。おめえらも道中気をつけるんだぞ。女神様によろしくな。みんな大絶壁に戻ろう。今度こそ豆の木育つやんな。土の大精霊ノームは大地に力を与えてくれた。きっと土の加護を受けられるよ。ダメでしたら私登ってみせますわ。打てる手は打ってきたからな。これでダメならパルミナの言う通りやってみるか。戻ってきたか。大地が息吹を取り戻したことを感じていた。今一度豆に水をやってみようではないか。目覚めよ大地の精霊よ。その息吹を呼び覚ませ。巫女たちを大絶壁の先イルージャへと導きたまえ。巫女の皆様、魂の森人様、壁を越えた先に密林ミロスが広がっているのはご存知だろう。その先にあるのが
木の里ビラルス、木の巫女が選ばれる草人の隠れ里である。木の巫女と合流すればいよいよマナの木は間近であろう。良き旅路であることを祈っている。さあ、いざイルージャへ。